どうも。ポケットモンスター、バイオレットをやります。どの言語を使いますかと。まあ、別に僕、ハングルでも、フランシアスでも、エスポニャールでも、イングリッシュでもいいんですけど、まあ、みんなのために日本語使ってあげます。あなたのイメージを選んでください。ああ、なるほど。女性キャラか、男性キャラか。剣盾とかであったんだけどさ、男性キャラのオシャレ要素が、ちょっと少ないがあまりに実況映えしない問題。あったよね、剣盾で。まあ、今回は改善されてると願って、金髪ボーイでも行きますか。な、あなたの名前は、あなたの名前。おい。まあ、至って普通に自分の名前で行こうかなと思います。いつも通りな。語尾で遊ぶ感じで。これで始めてよろしいですか？一度設定した言語や名前は変更できません。あ、髪型とかは変えれるわけじゃ。なるほど。うわ、ちょっと今作、ゲーフリさん、力入ってんちゃうん、これ。やばっ！こんなあんの、これ。ちょっと時間かけます、ここは。はい、面白おかしくもできないし、あれなんで普通に。なんかね、うん。これにしました。いやー。こんにちは。入学願書、グレープアカデミー。はぁ。学生とか聞いたけどね。結構発売してからしばらく経ってるんですけど、その発売された当初、ちょっと忙しくてできなかったのと、あれですね。世の中にさ、その新ポケモンとかの情報がはびこり出してきたので、そろそろやらねばまずいと考えたためやります。一人一人の個性を大切に未来を切り開く。あ、学長？これ。理事長？さあ、君もポケットモンスターの世界へ。誰？ライバル的なポジションの方ですか？ねえ、毎度おなじみの。あら、おじいちゃん。これさっきの人じゃね？違う？グレープアカデミー校長クラベル。たくさんの自然、豊かな土地が広がるパルデア地方。ここにはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が数多く暮らしています。校長の長話ですか？これもしかして。お前モンスターボール6つ持ってんじゃねえのか？おい犯罪者。6つじゃねえ。そこのやつと合わせて7つ持ってんじゃねえのか？おい犯罪者。おい腰に6つぶら下げてて、肩に1匹乗せてるってことはポケモン7体持ってるってことだろ？お前犯罪者だよ。ポケモンたちは海や空、街の中至るところに住んでいて、私たち人間は彼らと助け合い生活しています。グレープアカデミーではそんなポケモンのことをもっと深く知るために、専門学校みたいな立ち位置なのかな？いろんな地方から人が集まり、みんなで学び合ったり。ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせ共に成長したり。様々な授業内容で生徒の可能性を引き出します。ここは仲間とポケモンと新しい自分に出会える場所。あ、ピカチュウだ。グリムオンもいる。グレープアカデミーへの入学を心よりお待ちしています。おお。ああ、こいつ、パッケージにいたやつ。古来どんだか、未来どんだか。うお。ポケットモンスター、バイオレット。えぐ、ちょっと。映画の導入じゃん。うお危ない。はあ、フラミンゴですかこいつら。なにちょっとまだ追いつけてないぞ俺は。はい、東大元暮らしのことを東京大学だと思ってました。東京大学でも成績悪いやつは悪いって意味だと思ってました。東大元暮らしのこと。はあ。これオレンジぽいよね。あ、スイッチだ。有機 EL モデルじゃないですか。俺は普通のモデルです、これ。あ、ごめん。普通にスティック倒しちゃった。あ、
フワンテと、フワンテとブリムオンじゃなくてテブリムとカジッチュだっけ、剣盾はやってますね。あーちょっと待てよ、まず始めたら設定からだ。うっす、さあ設定完了したんでどこ行きましょう。あ、これなんだっけ、こいつ剣盾出てたよな。はあ。あ、チュリスじゃなくて、ダメだ、もう全然ポケモンの名前も覚えてねえや。しばらくぶりのポケモンなんで。ああ、そうこの子リスのやつ、ホーバリスだっけ。全然名前覚えてません、ごめんなさい。ムチャーリー、かわよす。ママですか、おはようし。もう、あら、もう制服着てるんだ。今日から新しい学校だもんね。ママとっても楽しみ。でも行ってきますにはまだちょっと気が早いみたい。学校から連絡があって、もう少し家で待っててください。だって入学に必要な大切なものがまだ届いてなかったらしいの。ピンポーン。あら、ちょうど来たんじゃない、しも出てちょうだい。はあ、足おっそ、ごめんください。あら、校長先生じゃないのこれ。なんとか理事長。あなたがしもさんですね。入学案内が遅れてしまい申し訳ありません。おっと、自己紹介がまだでしたね。あ、ポケモン7匹持ってる犯罪者、グループアカデミー校長クラベルと申します。クラベルさん、校長先生自らいらっしゃったんです。アカデミーの不手際は全て私の責任ですので。あ、なんかあったのか。こちら入学案内と校内施設の資料です。えらい分取るじゃん。わざわざすみません。せっかくなのでぜひお茶でも飲んでいってください。いえいえ、本当にお構いなく。しも、まあまあ校長先生とお話があるから自分の部屋戻って学校の準備してらっしゃい。バックと帽子は必要よね。さあさあ、どうぞこちらへ。それではお言葉に甘えて。お、ポケモン7匹持ってる犯罪者がよ、これ。おい、あ、お部屋は2階ですか。私に構わずどうぞ。あっそう。これなんか主観視点とかはできねえみたいだな。へえ、でもスティック動かせるのがちょっと新鮮だわ。剣盾じゃできなかったからね。これか。テンテルルンテルレンテルレンテルレン。バックと帽子を身につけようか。あの SE になるだろ。おい、なっていいぞ、SE。テンテルルンテルレンテルレンテルレン。ならんかったし。マジか。ちょ、ここの説明も読んでこう。新しい任天堂スイッチ、画面が大きくなった。そうだな。あ、この BGM ね、最初流れてたな。今回はあの街どの道、特集は学園都市テーブルシティだ。そろそろ行かなくちゃ。テーブルシティ、まあ街のね、どんな街があるのかとか気になってんだけど、結構ね、噂とかで聞いた話じゃストーリーが分岐するし、なんか全部のタイプのジムがあるみたいな聞きましたね。弟から聞きました。あら、準備バッチリ決まってるわね。誰が見ても立派な我が校の生徒です。おっと、私としたことが、一番大切なものをシモさんに渡すのをうっかりしていました。ここでは何ですので、外へ参りましょうか。なるほど。なるへそ。大切なものって何かしら、外へ出てみましょうよ。出ますか。まあ、ロードが長いのはしゃあないわな、この 3D だから。うわ！いや、家でかっ！しかも2階あったしな。ポケモンたちを出てきなさい。おい、お前、とうとうポケモン9匹。お前、大犯罪者もええところよ、お前。入学する生徒にはポケモンを渡す決まりでして、3匹の中からパートナーとなるポケモンを1匹選んでいただきます。草猫ポケモンのニャオハさん。はにゃー。かわいよ、こいつ。炎ワニポケモンのホゲータさん。ホゲは。コガモポケモンのクワッスさん。クワッブル。皆さんとても人懐っこくて私のそばを離れないんですよ。離れた。おや、ふむ、校長よりもしもさんが気になるようです。洗濯を見守りたいですが、そろそろ次のお宅に向かわないと。あちらのお家にいますので、じっくり考え、絶対ライバルじゃん、あそこの家。決まったら伝えに来てください。それではまた後ほど失礼いたします。これ決めてんのよ、これ。ちょっと、とても礼儀正しい校長先生だったわね。みんな素敵だけど1匹選ばないといけないんだ。せっかくだし、この子たちと一緒に歩いて様子を見てみるのはどう。ポケモンのこといっぱいわかるかも。それとママから入学祝い、お出かけするなら持っていきなさい。ランニングシューズ。
スマホロトム。ロトムというポケモンが入っているさ、ロトムが入ってんのこれ。便利なアプリを起動できる。あ、その設定初めて知りました。新しいスマホ、説明書を読むのよ。読むわよ。道に迷ったら Y ボタン、マップが見れて便利みたい。いってらっしゃい。お、じゃあ歩こうぜ、おめえら。ふい。お迎えの家へ行こう。あ、これあれだな。キャラクターが歩いたらカメラが勝手に動くタイプのゲームだな、これ。ちょっと難しい。実況しにくいんだよな。酔う人出ちゃうから。あれ、猫がいない。おい、ニャオハはどこに行った。あ、いた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 。おめえ行くぞ。おい、行くぞ。行くぞ、おめえ。ついてこい。ついてこいよ、おめえら。おい、ちょっと待って。スタックしてるってね。ねえ。これあれ？あ、ちゃんと来るね。よし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 。なになになに？うつつ抜かしちゃって。まあ、これは、あ、すげえな、これ。うわ、バチクソに綺麗だ。あ、人がいる。おい、ちょっとダッシュしようぜ。ダッシュできないの、これ。はーん。まあまあ、看板読んでたりなんだりはしてこうぜ。さあ、これか。小さじタウン。小さじタウンにさよならバイバイしないといけないですよね、これ。よし。ここが小さじタウンでいいんだよな。お、すげえ。走れるようになった。こんにちは。ここは小さじタウン。ちょっぴり控えめ、小さな町。なるほど。あぶね、B ボタンがなんかあれなんか。なんていうの？抜き足、差し足、忍び足モードが B ボタンなのね。OK。科学の力ってすげえ！通信すれば友達と最大4人で一緒に冒険できるんだと。お前、剣立ての時もさ、割と最初の方にいたよな。科学の力ってすげえおじさん。毎作品おなじみの。いやー、で、お迎えの家がここか。いやー、これ、すげえ！とんでも金持ちなんじゃねえの、こいつ。うわ。あれ、いなくなった。ああ。かわいよさ。いいっすね。おい、こいつ知ってるぞ。こいつ、ヒカキンがパートナーにしたんだろ、こいつ。聞きましたよ。あ。地球温暖化加速させた。まあ、食べちゃえばいいか。君がこの子たちのトレーナー？シモさんはまだポケモン選んでないんですよ。何その蔑みの目は。クワッスとニャオハとホゲータでしょ。どの子が初めてのポケモンになるのでしょうね。ああああああ、もう決めるの？ちょ、俺このくだりあと3時間やってもいいぐらいなんだけど。あー、もう決めちゃうか。こんにちは、初めましてだよね。あ、右の方ね。ずいぶんお早い到着ですね。ん？先生、もしかして今日からアカデミーに転入されるシモさんです。やっぱりそうなんだ。向こうのうちのご近所さん、どんな子が引っ越してきたかすごく気になってたんだ。あ、引っ越してあそこに来たんだ。俺は、私はネモ。普段は学校の寮にいるけど、ご近所同士仲良くしよう。え？嫌だ。あれ、緊張してる。私、声大きかったかな。ネモさんは我が校の生徒会長で、チャンピオンランクの凄腕トレーナーなんですよ。チャンピオンランク？ポケモン勝負大好き。さあ、早くやろう。怖っ。同じクラスの仲間同士、ゆっくりと交流を深めてくださいね。同級生なんだ。ポケモン勝負やり放題。そりゃそうですけど。それでは、シモさん。学校なんだよな、設定が。あなたがパートナーにしたいポケモンは決まりましたか？決まったんですけど、ちょっと、厳選っていうことじゃないんだけどさ。俺、この猫ちゃんがいいのよ、この猫ちゃん。で、なんか、ポケモンカード発売されたじゃん。あれで衝撃のネタバレ食らったんだけど、最終進化めちゃくちゃ可愛かったんで、女の子にしたいんですよね、この子。はにゃ？草タイプのニャオハ。生い茂る植物の力でどんな水でも吸い取るよ。まあ、いいっすよ、ニャオハちゃんで。はにゃお。ニャオハに決めた。やべえ、何も考えてない。何も考えてない。あ、しかもオスだ。リセットしよう。えい。ニックネーム決めました。
出るかな。あのポケモンとかにね、あのなんかおふざけとかでニックネームつけるやつ僕大嫌いなんで、めっちゃ真面目に決めました。はい、あの冗談とかじゃなくて本当に出ない。ニックネームが出ない。いやでも可愛かったな、さっきので。ニャオハさんもシモさんも気に入ったみたいですね。初めてのポケモンを大切に育ててください。ポケモンはモンスターボールという道具に入れるのですよ。うおっ、シモニャオハ選ぶなんてさ、すごく似合ってる、バランスもいいもんね。不女子、不女子の部分が。クラベル先生、私も一匹選んでいいですか。おや、ネモさんは入学時にポケモンをもらっていませんでしたか。はい、あの時は育てたいポケモンが別にいたので、今足元を一緒に新しい子を迎えたいです。なんと素敵な心掛けですね。ぜひシモさんと同じスタートラインから始めてみてください。あれ、そのポケモンは。やった、なんか悲しい過去があったりすんのかね。シモがニャオハなら私はこの子でよろしくね。クワス、よかった、炎を選んでたらちょっと友達辞めるとこだったよ。冗談です。さてと、シモもポケモンも決まった、ポケモンも決まったことで、そこ勝負しなきゃ。下のビーチで待ってるからね。じゃあ先生はホゲータなのかな。ネモさんはポケモン勝負が大好きすぎますね。ポケモンとの絆を深めるためにもぜひお相手してみてください。ホゲータは先生よっよっ、ホゲータ、ういっ。ネモさんがビーチでお待ちですよ。勝負をしてあげると喜びます。ちょ、これ B 押しちゃう癖はどうにか直さんといけんな。剣盾だと B だったはずなんだけど。あ、で、ポケモンの名前ニャルゴルドにしました。可愛くない。はい、お任せ回復とかもあるんだな。で、その今回さ、今ここで女の子にするための厳選はしたんだけど、これ以降はね、ちょっとリセマラ的なのはしないようにしようかなという。まあ、一期一会でね、やっていきたいと思いますんで。よろしくお願いします。で、人生縛りとかさ、ねえ、やろうかなとか思ったんだけど、俺別に生放送してもそんな人が集まるタイプのあれじゃないからさ、ね、不正し放題じゃん、動画だと。っていうことで、人生縛りじゃなくて普通に楽しむ感覚でやろうかななんて思っております。ポケモンが、ポケモンと一緒にいれば誰もがポケモントレーナー。私たちポケモントレーナーはポケモンを戦わせて強くするんだよ。シモ、勝負の準備はいい？はい。トゥルルルルルルーン、トゥルルントゥントゥトゥルルントゥン。やった！待ってました！今回の私のポケモンは？ネモさん？シモさん、初めてのポケモン勝負ですからね。ああ、うっかりいつものポケモン繰り出したところでした。ボーマンダとか使ってきそう。それならさっきのこのデビュー戦だ。ガブリアスとか、ボーマンダとか、サザンドラとか、ドラパルトとか、使ってそう。シモ、実りある勝負をしよう。うわ！てん、てん。ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けてきた。うわ、なにこの BGM！エレキギターですか ?VS。初めてのポケモン勝負、楽しんでほしいな。任せろり。ああ、なるほど。まあ、初手逃げるみたいなこともしていいんだけど、行くか。木の葉。ちょっと待って、俺こいつの性格とか何も知らないんだけど。性格とか出ねえ、これ。あ、出ねえ。まあいいや。木の葉。まあ効果抜群だろ。どうよ、草は水に強い。そうそう、予習はバッチリだね。ありがとうございます。水鉄砲今一つよ、その程度の技。ガンガン行こうぜ。クワッサー倒れた。ホゲータが哀愁を感じさせるな。根元の勝負に勝った。よーし。え、かわいい。へい、君やるね。賞金として300円。ありがとうございます。まあ、お昼ご飯代として。初めての勝負で勝っちゃうなんて思っていた以上にすごい。絶対もっと強くなるよ。違う戦法も試したいし、もう一回勝負しよう。え？シモさんもニャオハさんもお疲れでおいでですよ。あ、すいません。つい、興奮しちゃってついつい。ごめんね、シモニャオハ。気にしてない。またやろう。またやろう。うん、やろう、絶対だよ。さっき出会ったばっかりなのに、もう仲良しさんですね。チャンピオンとしていろいろ教えてあげてください。はーい。そうだ、シモ、ポケモン始めたばっかりってことは、あのアプリ入れなきゃね。スマホは持ってる？ちょっといじらせてね。
勝手に LINE 登録されたりせん、俺のこと狙ってたりせん、島はスマホの友でポケモン図鑑が開けるようになった。ポケモン図鑑には自分が捕まえたポケモンが自動で登録されるの。ポケモントレーナーなら要チェック。他人のジニア先生が作ったすごいアプリなんだ。絶対電気タイプ使いじゃん。私の時代は図鑑といえばノートに手書きでしたから、本当に頼もしい世の中です。図鑑を手書きって大変すぎ、想像もできないですよ。そうでしょうね。しかし時代は変われど、ポケモンと出会う素晴らしさはいつの世でも色褪せません。あーなんかあれだな、前作のアルセウスとかとちょっとリンクさせた話なのかな。出会いの数だけあなたたちに大きな成長をもたらすでしょう。図鑑完成を目指してぜひ頑張ってくださいね。私はネモさんのご家族とお話がありますので、ネモさんにはシモさんをアカデミーまでご案内してくださると助かるのですが、もちろん任せてください。頼りにしていますよ。それではあなたは私と参りましょうか。わあ、恐竜やな。勝負だけじゃなくて図鑑ももうちょっと頑張ろうかな。あ、ごめん飛ばした。シモってまだ野生のポケモン捕まえたことないよね。学校行く前に教えてあげる。私についてきて。絶対ネモちゃん不女子でしょ。不女子って言い方がちょっと悪いかもしれんな。オタク女子でしょ。オタク部分が透けたらガンガン早口にしていくぜ俺は。ネモについていこう。階段をな、一段一段ちゃんと登ってるゲームはいいゲームなんだよ。よくわからん。よし。で、どこにいんだ？こういうのとか。あ、さすがにな。さすがに倫理観はあったわ、俺に。ジャンプとかで乗り越えたりせん、倫理観はあった。母ちゃん。あら、しんも、ネモちゃんと一緒に投稿するんだってね。しものことは私に任せてください。早速お友達ができたのね。うん。学校のパンフレット読んだけど、素敵な先生が勢揃い。役立つ施設も使い放題だって。ネモちゃんもいるし、学園ライフ楽しくなりそう。私立かな？今日から学校で寮生活だからしっかりご飯食べるのよ。ああ、なるほど。これ、お小遣いとお弁当、大事に使ってちょうだい。サンドウィッチ。なるほど。ピクニックで食べるのに最適。あと、そうだ、これも持ってきなさい。傷薬5個。これは最初、序盤めちゃくちゃ大事ですからね。大事なパートナーが傷ついたら使ってあげて。これからお家を離れて、初めて尽くしの毎日が始まるわ。楽しいことも大変なこともいっぱい経験してらっしゃい。いつでもいつだって帰ってきて。お休みしてもいいんだからね。それじゃあ二人とも気をつけていってらっしゃい。母ちゃん美人やの。シモのお母様優しくていいね。お母様呼び。マジで狙ってるじゃん、俺んち。ポケモン捕まえるの忘れ、教えてあげるんだった。いきますか。消えたし。こっちこっち。あ、いたいたいた。母ちゃん足早いな。忍者かよ。おい、いける。ネモについていこう。これなんかスーパーダッシュとかできねえのこれ。え、なに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 、ごめん。今ね、Rボタン押したの。なにこれ、なにこれ。あ、なるほど。ZR で戻せると。ここら辺は？あ、なんかカメラ移動ができると。まあ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 。お、ちょ、行くぞ。よっしゃ、ニャオハ行こう。ニャオハじゃない、ニャルゴールドな。あ、戻っちゃった。連れ歩きしてえじゃん。しもこれから小さじの小道。ほーん。あ、こいつ貯金箱になったやつじゃない？ポケモンセンターに売ってたよ。私たちの冒険が始まる道。町と違って道や草むらには野生のポケモンがいるんだ。シンボルエンカウントか。近づくと戦うことになるけど、ニャオハと一緒なら大丈夫だね。そしてポケモンを捕まえるのに使うのがおなじみモンスターボールなの。意外とコンパクトだよね。いっぱい持ってるから分けてあげるね。20個くれ。あー5個かい。あ、来た。プヒプヒ。あ、ちょうどいいところに。習うより慣れちゃえ。シモンも戦ってみて。よし。え？おお、すげえ！めっちゃシームレス！にょん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 。ごめん、全然 BGM 違った。俺の想像してたのと。まあ、普通にやるか。レベル3グルドン。まあ、レベル6だから、まあ、木の葉で倒しかねないのだね。倒しかねないからな。
一旦削る要因で2回ぐらい引っかいときますか。体当たりと、まあ、普通にボール投げて捕まえちまえばいいよな。大事な仲間だぜ。尻尾振る、命中率が下がるんだよな。あ、防御でした、ごめんなさいすごくごめんなさい。これかモンスターボール、うれ。よし、グルトンを捕まえたぞ。グルトン、グルトン登録完了。グルトンデータが新しく図鑑に登録されました。ニックネームをつけますか。ちょ、読もうぜ。グルトン、豚ポケモン、タイプノーマル、エリスグリの餌しか食べない、体からあの虫ポケモンが嫌うハーブのような香りを放つ、だそうです。どうしよう。よし、アラクレンですなんかドラクエのさ、アラクレにちょっと似てたから。何このおしゃれなポケモン図鑑。わあ、すごいすごい、まさか一発成功、まさかのか。私捕まえるの下手っぴだから署に教えてもらおうかな。すげえ、ガチで口説きに来てない。捕獲は失敗することもあるから、もうちょっと持ってた方がいいかも。おぞっす。ポケモンを弱らせて投げる、しっかり覚えておいてね。それじゃあ野生のポケモン相手したり捕まえながら、あの灯台を目指そうか。上から私たちの学校見えるんだ。なるほど、 OK。 ZR ボタンでアーダコーダっていうのが書いてあったけど、なんだあの光ってるの。ちょ、見に行こう。あー、アイテムか、モンスターボール。そうだな、まあちょっとここいらで終わらさせてもらいましょうかね。うん、結構やったんで1時間ぐらいやったかな。はい、まあまた次回よろしくお願いします。ちょ、なんか、うわ、何したお前。あ、なるほど、連れ歩きはこれでできるんだ。あー、 ZR でできるんだね。よし、ということで終わりますわ。ありがとうございました。